やっちゃうよ。大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカやっていきたいと思います。ということで、行きましょう。今日はグラチャで12まで。それでまたもう一回撮り直してるんですけど、夜なんでね、今。夜だから日光がなくて、顔が映らないっていう事件が発生します。よいしょ。OK。とりあえずこれは、コウモリ。コウモリで、序盤は低コスト。で、これ、テンプレは、ガゴなんですけど、俺個人的にはマジでコウモリがおすすめっすね、本当に。とりあえず、これ手札回す。これ大事。あ、OK。ってことは、バルーンじゃないんで、これ竹取ってからのあれがコウモリがめっちゃ強いんですよ、マジで。これで追いメガゴも絶対にされないし、これしかもポイズンで多分まだ回ってないからいける。タルあれかな、縦付けかな。だよね。はい、よいしょ。 OK、 勝ったろ。これ多分こっち落としたんで言うの行こう。でこれで墓石引き出して、お、無視？マジで？めっちゃやる気じゃん。え？でもまだラバ回ってなくね？回ってんのかな？回ってんのって無視でいいと思うけど。これで、あ、これで墓石置くんかな？どうなんだろう。ラバ回ってるかな？回ってるか。タルババ墓石回ってるか。え、あ、でもそっちはね、マジで美味しい。これ、だって、穴掘りしかいないんだよね。で、多分なんだけど、ホバかインドラがいるから、これで、これ時間稼ぎ、オブ時間稼ぎをして、これ大事。はい。ちゃんと走らし、そういうことやで、ね。ちゃんと走らし。よいしょ。よいしょ。これで溶かしちゃいます。よいしょ。オーケー。オーケー。もうラバーをボコボコにするペッカっていうね、気持ちよすぎる。俺さっきからマジでペッカ動画撮ってるんですけど、3くらいしか撮ってないです、マジで。本当に。いいね。めっちゃいい。正直言うとめっちゃいい、これ。マジさっきからすげえ3くらいしか撮ってないですよ、マジで。これマルチだから知らない。これ、ほら、サンクラ。これ動画撮ってたんですよね。悲しいことに。めっちゃサンクラ撮って、しかもすげえいい攻めしてたんですけど、まあ今回のもすげえいい攻めだったから、まあ許すみたいなのがあるな。よいしょ。そう。まあね、いつも、グラチャレだ。うわー、これあれっすね。日本のクランで、強い、この人自体は僕わからないんですけど、フレンドで7000超えのあの人がいるんですよ、このクランに。普通に、だから多分この人も強いと思いますね。まあそっちの方が YouTube 映えするみたいなのがあるな。これで出して穴掘り来たら、まあ来なくてもこれでいっか。アウトローかな、ワンチャン。あー、なるほど。あ、これいける。アウトロー切ったらコウモリしかいない。はいはいはい。リギャングも切ってヤリゴも切ったから、これ迫撃ぐらいしか、多分迫撃か穴掘り、ファイブか。 OKデクデクして下行きます。そい、オーケー。これでやりごぶ受けかな、多分。はい、オーケー。でもって多分ザップじゃないんで、でファイブ切ったから、これで迫撃を引き出したいんですよね。そうすることによって、おや、オーケー。これファイブ打つか。あー、なるほど。それはでも美味しいことには美味しい、美味しいことには美味しいね。あー、ちょっとだけポイズン食らってほしかったけどな。アウトローを予測して、もうちょっと深めに出すべきだったかもしんないな。ペッカエリキの形を作るのは大事なんですよね。なぜかというと、そういうことだからです。んー、よいしょ。まず、ペッカエリキの形を作ると、あれなんですよね。これベビドラいるんで生かしていきます。ファイブウッドじゃないとペッカエリキを潰せないんですよ、後ろのエリキを。だから、ファイブウッドをそこで使わせて、追いコウモリとか、なんだろう、
ベビードラをね追加してあげることによって5でつる潰されずに、それでアウトローにポイズンを打つと、もうねバチコリ通るんですよね。もう一回ケツ出しの恐怖を植え付けの、よいしょ、これはもう迫撃切って穴掘りも切って相手攻めるカードがないんでケツペッカっすね。もしかしたら手札回して、あ、これいい、タゲ変わる、タゲ変わる、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。でしかもこれギャング切ったからあれなんですよ、あれなんですよね、ペッカの受けがいないんでアウトローしかいないんで確実にあれなんですよね。いやすげえ美味しいなこれ、いいんかこんな美味しい思いして、ってぐらい美味しい。よいしょ、でこれあっちがアウトローぐらいしかないんで受けが、はいはいはい、よいしょ、はい、これコウモリ出せない、ポイズンでコウモリが出せない、これ迫撃でしか受けれない、はい入る、オッケー、グッドゲーム。いいですね、やっぱ迫撃をてか建物が鹿島井から3マスしか下がってないと、やっぱ両サイドのね工場受けれるんですけど、やっぱ4マス下がっちゃうと逆サイドの工場受けれなくなるんですよね。だから今みたいにキング後ろから工場出すんじゃなくて、迫撃が、端から4マス離れてると思ったら、右端とか左端とか逆サイドの端っこから出した方がいいですね。そうすると寄らないで、後ろから工場出しても寄らないんで、今みたいになんだろう、まあ、アウトローしか受けがいないってなってポイズン打ったりとか、そういうことができるですね。動画撮ってると俺いつもそうなんですよ、マジなんか動画撮ってる時に限ってもうなんかね、なんだろう、もう多分そういう星の下に生まれた、おー来た、なんかもう昔からついてないんですよね、全く本当に。だからみんな同じことやっててもやっぱ俺がやった時だけちょっとね見つかって怒られるとか結構あったんで、やっぱね結構昔からついてなかったな俺の人生。誕生日もくっそ遅いしな、俺誕生日3月31なんですよ、で今まだ俺まだ20歳じゃねえのみたいな感じなんですよ、マジで全然なんですよね、本当に周りみんな20歳迎えてツイートとかしてんのに俺だけね、まあしゃあないな、これに関しては。うえよいしょ、オッケー、ラム切ったからケツペッカっすね。ラム待ってよ、待て、わかんない、待って、こちょラ、あら、ユーノン出す位置間違えましたね多分。よいしょ、これでエレキが持ってるんで逆サイ来てもそういう感じね。でこれちゃんとエレキを殴られない位置に出すのが大事なんですよね、本当に。こうやってランバーにやっぱ溶かされちゃうんで、ラムの攻撃もあってランバーに溶かされちゃうんで、ちゃんとなんだろう、ダメージを、あー、インドラいる、終わった、オツです、最悪だよマジで。コウモリもエレキもいね、俺が裂いちゃったんだけどね。いやこれどうしよっかな、これどうせそうなんだよな、来るんだよなやつが。あ、いい、あいい、俺それは嬉しい、すごい嬉しいな、その相俺は。これやってくれると大ブラックっすね。んー、よいしょ、これエレキ直当てがあるんで、なるほど、これはちゃんとこの位置に出します。よいしょ、よいしょ、これフリーズがないよな、なあ、そうだ、エレキ出しちゃダメだった、もう。いや待って、これきっつ、どうすっかな、これで処理して、ここにペッカ出すしかないかな正直。これ絶対守んなきゃダメっすね、よいしょ、よいしょ、んー、お、これは美味しい、これいけ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 、ベビドラいけ、ベビドラいけ、オッケー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 、来た来た来た、
いやー全然来てねえ、全然来てねえな。これ絶対ラム来るよな。これ高すぎかな。よし来たー、オッケー。これ言うのぐらいしか受けにないんで、オッケー。来た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 。これ大丈夫かな、心配なんですよね本当に。これエレキ間に合いますね、勝ったな多分。よいしょー、危ねえ。でこれに逆再向上して、これがねマジ大事本当に。そうなんですよね。でここで満を持して、あーこれ間に合います、エレキまたも。コップね、コップねっつって。よしこれで12勝っすね。これ油断すると負けるかなマジで。あぶねえ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 マジで、うい、あぶねえ。よし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 、これで3連続勝利して12勝。危ないですね、やっぱああやってご両親に来ても。そのこれマスケだったら折られてるんですよ完全に。なんですけどやっぱコウモリで、しかもガゴでもこれ多分折られてるんですよ。だからしかもやっぱね今ザップないデッキが多いんですよね。だからね本当にコウモリで回転力と、あとやっぱなんだろ、呪文打たれなかったら防衛力が本当に半端じゃないんで、コウモリエレキがおすすめですねマジで。ということで、今日はこの辺で終わりですね。この後もダッシュで箱開けるか、とりあえずダッシュでクラコロ行ってきます。よいしょ、おウォールブレイカーも来て OK。ということで、今日はこの辺で終わります。ごっしょー。